ね1号さんはどつきつね2号さんぬじゃべすきつね3号さんはこきつね4号さんつどはあ、見えてる？映像音声問題ない？同時配信です。ふわっちの方が匿名のきつね枠で、ツイキャスの方が、コテハンでかける枠です。よろしくお願いします。どうも皆さんこんばんは。どうもです。コンティニューコインありがとう解放。コテハンがいい人はツイキャス行って、匿名がいい人はキツネ枠選んでください。コーヒー買ってくる。おう、猫の目、久しぶり。お疲れ。キツネ枠の方が見やすい。最近やってなかったよね、キツネ枠ね。お疲れ。まあでも残念ながらね、便座を直す枠なんだよね。まあ雑談は拾っていくけど。毎日走ってるよ、5キロ。すげえ辛いよ。もう心折れそうだよ本当に。部屋真っ赤そうだね。電気消したらもっと真っ赤だよ。今日はみんなが大嫌いな便座を直す枠です。残念でした。よいしょ、便座直そう。頑張ってるよ。
頑張ってるよ、猫の目。猫の目は頑張ってる？頑張ってる？偉いね。偉い偉い。はい、ワドツ。ベンザーも今日直すわ。いい加減。え、何？何期？ 2 月から暇なんだ。よかったじゃん。閑散期売れないんだ。おお、2月は売れないんだ。まあまあ、暇な時もあれば忙しい時もあっていいじゃない。便座直すぞ、頑張って。無料アイテムでお茶箱あったらちょうだい。ブロッコリーなんだ、ハゲ直すには。へえ、ブロッコリースプラウト、ファイトケミカル。へえ、多めに休めるんだ、よかったじゃん。正月頑張ってたもんな。お茶ありがとう。おはよう、ジョバカ、ありがとう、さやちゃん。ブロックしすぎた？いや、ブロック全然入れてないよ。ブロック全然入れてない。全く入れてないですよ、ブロックは。1ヶ月、いや、送ってくれんなら試すよ。送ってくれんならね。どれでやろうかな。どうすっか。これでいこうか。しけもくさんいらっしゃい、ありがとう。
精神障害者手帳は今持ってないけど、精神疾患持ってるよ。精神疾患あるね。なんで？障害者だよ。なんで？今日トレーニングは5キロ走ってダッシュ3本した。結構きつかったよ。ドローン中年じゃないから気をつけたよ。なんかこの格好になるとドローン中年って言われるんだけど、ノエルじゃないからね。大人になったノエルじゃないから。おお、トラマルさん、ありがとう。トラマルさん、あざーす。いや、似てるって言われるんだよね、ノエルに。あ、ノエルが大人になると俺みたいになる。なんかね、マスクつけるとノエル、ノエルって言われるんだよね。目元がちょっと似てるな。いや、ノエルの兄っていうタイトルで放送やっても多分騙せると思うよ。ノエル知らない人いるんだ。まあ、古い配信者だからね。ドローンを配信でやってた男の子で、ドローンの法律が厳しくなったのはノエルのせいなんだ。ノエルが三社祭りとかでドローン飛ばして墜落してニュースとかになって逮捕されて、で法律が変わったんだ。ドローン少年、結構ね、ニュースに何回も取り上げられて有名だけどね。じゃあ便座直したいと思います。お疲れ様です、トラマルさん。お疲れっす。ノイル配信やってないね。あんなに配信好きだったのにね。やめちゃったんだ。じゃあ便座を削っていきましょう。有名だよね、ノエルはね。コメント読み上げつけようか。ちょっと聞こえねえわ、コメント。いや、便座が好きなわけじゃなくて、便座壊れたんだって。いいな。いや、歯医者と同じ機材だからね。これで歯削ってるだけだからね。回転数上げよう。だって生活は垂れ流し系配信者の、生活垂れ流しなの、もともと。いや、便座を直してるの。つまらんとか言われても、もともと俺生活垂れ流し系配信者だからな。
痛くないですよ、大丈夫ですよ。狐12号さんしか受講した商品道具同じだよな。同じ同じ。狐18号さん用コラボミラーとツイーターバットマウス券。コラボミラー、コラボやってないけど俺。コラボ配信に設定してないけど俺。何言ってんの。キツネ19号さん、キツネだと米は汁な。コラボ配信やってないけど。いや、フワッチはミラー禁止でしょ。ミラー許可だな。フワッチ自体がミラー禁止だからやめた方がいいと思う。バンになる。キツネ17号さん、お前の顔アンチに受けがいい顔だよな。受けるよね、アンチにね。やってくれんだな。ああこれ他のでやろう。言ったらやってくれんだな。分かんないけど。してんのか。
何の話？狐12号さん、エフラトとか。ヤクザに目つけらんないよ別に。ないなぁ、なくなったんだ。狐24号さん、お前大丈夫か。狐12号さん、おい、お茶用意しとけ、聞こえてるか。CM 来てない俺の放送。俺の放送来てないよ。CM。狐23号さん、人亡くなってる現場を野獣馬のようにして写真なんて。狐12号さん、歌舞伎町のなんか撮っても仕方ないだろう。ブロックすれば消えるよ。人を殺す方が俺非常識だと思うんだけど。あ、コンティニューコインありがとう。だったら NHK に文句言えばいいじゃん。カメラ回すな、人亡くなってんだっつって。NHK も日テレも全国各地各局来てんだから、なんで俺だけ叩かれんだよな。おかしい。プライドとかないけど俺別に。直してる。12号さん、橘の家。常28号さん、加藤和美。常27号さんって先器用だよね。うん、もう子供の頃は器用だね。さっきはガキの頃から器用だ。常に24号さん、プライド高いと疲れるだろう。プライドなかったらもっと成功してたかもな。俺プライド高いからここまで来れたと思ってるけど。
プライドない、プライドないやつとかダメでしょ。プライド高いからここまで来れたんでしょと俺は思うよ。うまくいってるんならいいんじゃない。成功してるんだからいいじゃん。うまくいってないんだったらあれだけど、うまくいってんだから。常29号さん金映え、つばくそは自演アイテムだらけ。155cm72kg の豚ゴリラ。割れたんだよね、簡単に言うと。常14号さん削って直すってどういうこと。割れたの、割れたの、割れたの。だから穴開けてんの。割れたから穴開けてんの。常24号さん和道はもっと上行けるはず。そうか。何、上って何。俺上とか目指したことないけど、人生で一回も。上って何、何が下で何が上なの。上って何。の言う上って何ですか。自由に行きたいだけだわ、ほっといてくれ。上も下も見てないから。働きたくないけど、働かなくても生活できてるもん。いや、配信会背負わない。35さんすごい不自由そうだけど。そうなんだ。ないって困ってない。常34号さん最近は女の配信者がアイテムもらってるの多いな。あ、そうなんだ。トレンドは女配信者なんだ。知らんかった。昔は男の方がもらってたけど。常24号さん大家さんに言えば直してくれるんじゃね。知らん。いろいろコメしてたけど、閲覧30っての見ると心配になるわ。あ、そう。何も心配した。わあ、お茶まくんありがとう。4号さんも質問どうぞ。お茶まくんありがとう。どうぞどうぞ質問ありがとうございます。
ごめんね、お茶箱気づかなかった。お茶箱50いただきました。36号さん、インテリアオブジェの便器で作品作ってるの。わら、質問どうぞ。iTunes カードで買って登録者反映させる手順わかりますか？ちなみに iPhone です。あー、ツイキャスのお茶箱効果わかんねえな、それ。あのリスナーさんでさ、誰かさ iTunes カードを買ってアイテム登録する方法わかる人いたら教えて。ごめんね、ハンさん、俺わかんねえわ。ふわっちだったらわかるけど、どうやってやんだろうね。ありがとうね、お茶箱。あ、職人は日本の宝だよね、本当にね。技術力でここまでのし上がった国だからな、本当それだよね。いや、俺は職人じゃないよ、俺はアーティストだよ。常36号さん、昨日朝の光がお前のこと気持ち悪いアホって言ってたぞ。まだ言ってんの？お前でオナにしてやるからなと、お前のことオナペットにしてやるって言っといて、朝の光に。言語は和道で決まり。オナペット、あー、そうだったんだ、分からなかった。花さんごめんね、お役に立てなくて。常38号さん、和道さん、こんばんは。こんばんは。生きってるって何？生きってるって言葉が分かんないんだけど、何生きってるって。39号さん、レジン流し込むんけ。そうそう、二液性のレジンって言って、もう赤い部分流し込んであるんだよね、ここ。ただ補強が足りなかったから枠を広げてるんだよね。二液性レジン。常45号さん、こんばんは。何作ってんの？作ってんじゃなくて直してんだよね。便座を直してる。朝の光に朝起きて和道が隣にいたらどうするって聞かれて、ベランダから飛び降りるって言ってたの。わらたわら。常39号さん、また赤くすんのか。赤、緑か青か選べるの？オブジェじゃなかったのか。壁に飾ってたじゃん。常39号さん、朝の光和道嫌いすぎ。いや、朝の光でもうオナニーしまくってやるから、ふざけんなよあいつは。ほんとあんなもう俺のオナペットでしかないから。常39号さん、緑に一票。クリスマスカラーにならない、赤と緑だったら。常39号さん、わら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 。
いや、オナペットにするなっていうか、もうすでにもう何回もしてるから。嫌だよ、クリスマスカラーの便座。いや、だからもうオナペットがうるさいって言っといて。オナペットのくせに喋るなって言っといて。赤だけで行こうかなと思って。常45さん、赤の先生は配信者にしてはまともな生活してるだけで、彼女に特別なセンスなんかは感じないんだよね。わかった。ただ可愛いだけ。常39号さん、そこはカズミチらしく黒と赤に塩舞い。黒はね、持ってないね。その染めるやつ、透明か赤か黒かしかないんだよね。透明か赤か黒か。もう少し。36号さん、お前の聖書にはヨーダ平沼だろ。39号さん、なんか便座に当たって不潔感すごい。常42号さん、やっと狐にした河原。常43号さん、解放側どうでお何してるって言ってた。気持ち悪いよ。常39号さんはどっち。常44号さん、大間のテレビ。常28号さん、肝解放。常36号さん、今日はヨーダ平沼はいるの。常42号さん、解放から花火もらって情けないなわら。解放、最近花火投げてないよ。常35号さん、これからの配信会は和道と石川紀之が引っ張っていく。よくチェックしとけ。常39号さんはドニーはドニー。常45号さん、便座カバーそんなに高くないから買った方がいいのでは。常12号さん、何日間それやってんだ。いや、もう今日で終わりにするよ。さすがに飽きたよ、俺も。今日レジに流し込んだら明日だね。もう疲れた俺も、この便座。花火投げてないでしょ。投げてないよ、解放。39号さん、もういいよ、それでは。常12号さん、大した作業じゃないしな。常46号さん、のりこ。常47号さん、うんこするときどうやってんだよ。もう開き直ってるね、うんこするときは。何も考えないでうんこしてるね。常42号さん、多摩美術大学通信課程卒業のりこ。常39号さん、マジで便所の落書き状態だな。45号さん、石川紀之さんは大手になりすぎて、もはや有名性だけで組んでる感じ。もっと全盛期のようにアグレッシブに言ってほしいね。この前46号さん、のりこのおまんこ舐めたい。のりこのおまんこ舐めたい。14号さん、パナソニックのウォッシュレット1万2千円で買えるから、ウォッシュレットにしなよ。ウォッシュレット安っ。そんなで買えんの。常30号さん、和道は石川を超える、間違いないね。常39号さん、スラム街のグラフィティ状態。常36号さん、のりこイコールジェダイマスター。こんな感じかな。ここにレジン、赤のレジン流し込もうかな。どう。ここの穴開けた部分に赤いレジン流し込む。常12号さん、やめろ、のりこまんこ舐めたい、吐きそう。そうす、磨くとこんな感じになる。常48号さん、何を作成中ですか。便座。常39号さん、分かったからは夜流し込め。常12号さん、うわ。常42号さん、きっとにしたらこの米の流れ、わら。
キツネ49号さん完成楽しみ。もうすもう流し込むか。キツネ39号さん誰もそんなのに興味ないわ。興味ないの。キツネ12号さん出るもんも出ないわ。出るもん出ない。キツネ39号さん早く雑談しろ。いや雑談なんか最近モチベーション湧かないんだよね。キツネ47号さん捨て頃の意気込みを一文字で言え。キツネ46号さんノリコラブ。キツネ48号さんあんまりごちゃごちゃつけたら掃除大変じゃないですか。え、いや、ヤスリかけるからただ単にこういう風になるだけ。裏側みたいに。キツネ39号さんなんで金飛ばないから。キツネ49号さんのりこいないと寂しいな。なんかね最近ねモチベーション湧かないのよ。体重つうかバタンバタン倒れてたよ。ひび入っててでお尻でバキッと割れたんだよ。キツネ3000円あれば新品買えるぞ。買えるだろうね。39号さんモチベーション上がらないのはリスナーのコメントがつまんないから。いやーわかんないね。ヨーダノリコは寝てるの。なんでかわかんないんだけどモチベーション上がんないんだよね最近。雑談に対するなんか喋ってて意味あんのかなとか思って。多分ないんだよね。キツネ49号さんノリコなんで来なくなったの。喋っててもあんまり意味なんかないんだ。キツネ12号さん捨て頃アレルギーが多いの知ってるか。捨て頃アレルギーって何？何それ。捨て頃アレルギー。キツネ47号さん喧嘩突がおもれーよ。なんかあんまりグッとこない。多分花火上がってねーからじゃね。あーそれもあるかもね。キツネ50号さん意味を考えたらおしまいよ。いやー無理だね最近もう喋り嫌だ。いやーなんかね楽しくないんだよね。嫌いではないけど楽しめる日と楽しめない日があるね。うん好き。あ、だいぶ前電話してたね、みどりさんに。アイテム飛びまくるとモチベーション上がるけど、なんかアイテムだけじゃない気がするんだよね。アイテムだけじゃない気がする。俺も見た、あれは受けた。あれ面白かったよね。キツネ51号さん損失してる。キツネ43号さんヨーダで定着してて笑った。よし削り終わった。キツネ39号さんちなみにコンアイテム000000。キツネ49号さんアイテムだよ。アイテム飛ばないよね。キツネ36号さんヨーダ平沼。アイテム飛ばないのつらいよね。キツネ39号そうそうだろ W 投げろ。36号さん、ヨーダ地消。キツネ49号さん、誰か花火ください。いや、アイテム上がんないとテンションが上がらなくなってる自分も嫌だよね。ちょっと配信に対する。キツネ39号さん、なんで飛ばないと思うの？知らん。考えてもしょうがない。飛ばないもんは飛ばないの。キツネ53号さん、オワコン。キツネ43号さん、嫌だわよね。キツネ三十六号さんヨーダ泥沼。
号さん、今日はイベントの成果電波はリーナ。はいし。キツネ39号さん、自分をよく見せようとしすぎてるんだよ、ワド。キツネ41号さん、配信の対価が0円。キツネ36号さん、のんちゃんの顔面メルトダウン収まった。キツネ39号さん、かくついてきた。キツネ43号さん、平成3年。キツネ39号さん、うるせえ。キツネ55号さん、どれってかなりトーク力あるわ。今日はもう13時間ぐらい喋り続けてる。キツネ12号さん、最終日。キツネ49号さん、俺も金があればお前に見つけた。ああ、気持ちが嬉しいわ、ありがとう。キツネ43号さん、悪質な所得隠しがあった場合は重加算税が課されることになります。無申告で、かつ課税逃れが悪質だと税務署に判断されれば、納税額の 40% という非常に厳しい課税が待っています。キツネ36号さん、匠が板ババアの男版未開人でわろたわら。キツネ39号さん、働いていっぱい数道に見ついで見ついで見ついで、めっちゃ見ついた。12号さん、お投げてやるよ。キツネ49号さんは、どの魅力は一般人にはわからないんだよな。一般受けはしないだろうね。キツネ43号さん、平成30年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は平成31年2019年2月18日、はい、こんばんは、月曜日から同年3月15日金曜日までです。キツネ39号さん、企業から金引っ張れよ、和道は個人から金引っ張るのは向いてない。いや、企業案件難しいよ。監督コンチ派。キツネ36号さんは、どの魅力は同人種にしかわからないわら。企業案件は難しい。変わり者には受けてる。キツネ49号さん、俺貢ぎたいけどニートのクズなんだ、ごめん。ニートなんだ。キツネ39号さん、なんで和道のアンチって粘着質なの。わかんない。同族嫌悪っていうか。キツネ56号さん、今日は星が綺麗だね。星綺麗、今日。なんかあれじゃないの、なんかその俺の中にそういう部分があるんでしょ、多分。そのキツネ36号さん、なんで和道の囲いって通常枠で米しないの。わら。わら。ロム線もともと多いかんね、俺の枠は。キツネ57号さん、全然アイテム上がんねえな。全然アイテム上がんないよね。わかる。全然上がんないよね。今日のメガネかっけえよ。今日のメガネかっけえ、ありがとう。キツネ43号さん、所得税2年分払えるか。キツネ58号さん、便座企画だけは応援してる。キツネ39号さん、答え自分のコメントで埋まるから。キツネ49号さん、誰か花火上げて。キツネ39号さん、答え和道が個人攻撃してくるから。キツネ36号さん、39号答えになってないわら。キツネ40号さん、オーディオテクニカのコスパは良い。オーディオテクニカでも昔の方が良かったな、癖があって。なんかソニーに寄せてきたね。ソニーに寄せてる。一発上がれば続けて上がるのに。いやー、最近その一発が重い。キツネ59号さん、便座で何するの。便座でうんこすんだよ。最近一発が重いね。一発が上がんないね。39号さん、なんでツイキャスやってないの。やってるわ、ツイキャス。やってるやってる。キツネ49号さん、便座だけは途中で投げ出すなよ。便座もう明日完成だよ。キツネ36号さん、最近ヨーダノリコと性行為あった。キツネ35さん、気持ちだけですが花火どうぞ。
ネ45さん、ソニーの異常なシャリシャリ感の音質はあまり好みではない。あ、ソニーシャープだよね。52号さん、孫子は今日こじって上がってた。よかったじゃん。お茶バカありがとう。部屋赤いね。部屋赤いね。常49号さん、誰かファンタ投げろや。いや、ファンタとか嬉しすぎるでしょ。常60号さん、ハゲてきたな。もともとハゲてるよ。ファンタ欲しいね。キツネ49号さん、いつもの全力こじりやろうよ。いやー、もう今年のテーマこじらないだから、去年の末ぐらいからやめたんだよね。作業終わったの。作業終わった、削るの終わった。今からヤスリがけだね。軽く。キツネ35さん、ファンタ育用かける10。キツネ61号さん、赤本売り場みたいだね。キツネ39号さん、キツネはアイテム上がんないじゃん。うん。キツネ52号さん、花火くださいと言わないと上がらないっしょ。上がらないね。キツネ39号さん、ファンタスティック投げるならキツネお茶爆するわ。言った方がね、上がるんだよね。キツネ49号さん、そろそろ切れなくていいの、23日だと。いや、もう今年のテーマはこじらないだね。自分からくださいはやめた。キツネ56号さん、花火祭りは楽しいよ。ねえ、楽しいけどね。もうこれやめた、俺は。くださいって。いつまでたっても小突きはダメでしょ。時代が変わるよ、これから。新しい時代にかけるよ、俺は。キツネ46号さん、のりこ。そう、キツネ62号さんはどう来たよ、アスタリスク、ユーアスタリスクの。キツネ30号さん、花火どうぞ。常45さん、アガニはミノキシジルとプロフェシアの併用が効くってウナが言ってたから絶対効かない。常63号さん、監督期待しています。常50号さん、なんか立体的に見える。常61号さん、ください、しなくて生きていけるのか。いや、生きていけるかどうかは分かんない。新しい時代なんだね。常43号さん、こじき行為がやっと恥ずかしくなってきた。河原。常46号さん、のりこラブ。リスナーも変わってほしいなと思うけどね。面白い人にアイテムあげるようにしてほしい。応援してる人に投げて。猫の目はなんで投げない。キツネ56号さん、便座職人さん。キツネ58号さん、俺が金持ちになるまで耐えろ。キツネ30号さん、和道といえばべしゃり、べしゃりといえば和道。キツネ39号さん、今はどんな人にアイテムが集まってるの。あー、猫の目とかね、応援してる人にはから欲しいよね。猫の目とかからアイテム欲しいのはわかるね。面白い配信しないとな。いや、もうね、面白い配信したら投げてやるよっていう人はね、そもそもなんだけど投げないよ。応援してる人には投げてるから、あなたは上がらないんじゃないかもね。ああ、そういう照明効果は、そういう効果あるからね。照明は浮き立たせるためにやるっていう効果あるから正解だよ。車体を際立たせるためにやるから。56号さん、本がたくさんあるね。うん、あるよ。皆さん、運営よ、花火のエフェクト賞味期限切れだぞ、リニューアルしろ。常49号さんはどうは、そのままでいいよ。常67号さん、生子のクズ野郎じゃないか。常52号さん、花火おめでとう。あ、花火ありがとう。花火ありがとう、匿名さん。常63号さん、花火ありがとう。システムがゴミみたいな。匿名さん、ありがとうございます。花火ありがとう。頑張ってるよ。ありがとう。39号さん、花火師さん、ありがとう、どんちき。ありがとうございます、花火さん。43号さん、ツイキャス移行してもパッとしねえな、いつも2桁だし、おすすめ乗らないな。ちょっと微妙。中西マンの時は結構行ったけどね。わー、花火ありがとうございます。花火ありがとう。花火ありがとう。ありがとうございます。そうだね、安定感はあるよね。だから、なんだろう、6割ぐらいの力で見るのはいいよね。ありがとうございます。ありがとう、嬉しいね。
ありがたいね。ワドさんに花火ありがとう。ありがとう。スネ39号さん、このタイミングで花火はセンスいい。センスいいね。スネ63号さん、監督頑張ってくれ。頑張ります。ありがとう。頑張るね。腐るほどあるんだけど、自分に使ってばっかりですいません。いいよ、自分に使いなよ。スネ52号さん、自分で稼いだんだから、一生懸命。スネ65号さん、あからさまにこじきしすぎたんだよ。スネ39号さん、花火ゼロからいきなりまくる男。スネ70号さんはドキュン、こんばんは。こんばんは。スネ71号さん、少なくても佐野よりは面白いと思うよ。ありがとう。スネ72号さん、汚ねえ便座。スネ49号さん、花火上がって俺めっちゃ嬉しいよ。いや嬉しいよ、助かるよ。ほんとスネ43号さん、池沼センスいい。スネ39号さん、花火一発は告知ランプ。いや一発一発で生かされてるからね。100発まで便座磨きますやろうぜ。永遠に磨く。エセヤカさんですか。エセヤカじゃないよ。オワコンではあるけどエセヤカではないよ。エセヤカはもっとオワコンだから。俺とは比がない。こんなやつに花火やるアホがまだおるんやな。スネ50号さん、便座がなくなるよ。便座がなくなる。スネ63号さん、磨き職人いいね。スネ40号さん、花火をプレゼントしました。あーすげえ、ありがとう。おいワド2、お茶爆ありがとう。そうそう、ありがとうね。ありがとうございます。40号さん、花火ありがとう。サンキューです。助かります。ありがとうございます。74号さん、トイレその修理してない状態で用をしてるの。そうだよ、気合でうんこしてるよ。あーお茶爆50ありがとう。そうそう、お茶爆ありがとう。ありがとうございます。サンキューです。ありがたく頂戴します。ありがとう。え、オワコン座談会。スネ39号さん、ああ来たよ来たよ。撲滅させない。いやアンチは撲滅させることは無理。来た来た来た。あの屋台船、屋台船。49号さん、40号さんはどうに花火ありがとう。8888。ありがとう、ありがとう。スネ39号さん、今いい人キャペーンでアンチ減ってきたっしょ。いや、スネ52号さん、外な減ってないと思うよ。スネ56号さん、これが噂の花火祭り。ありがとうございます。スネ76号さん、シルバー配信で花火投げて損した気分。シルバーやってるっつうの。結局囲いは好きだけの貧乏師匠ばかり。本気なら仕事掛け持ちしてアイテム投げまくれよ。スネ56号さん、アンチはうんちみたいな顔なんだよ。スネ77号さん、オワコン座談会みたいな。オワコン座談会面白いよね、あの企画は。金梅さんさすがだよね。オワコンになったやつを呼んで、あの座談会する。63号さん、毎配信で花火30発は欲しいとこだね。いや20発だな。日当1万稼げたらもう普通に。49号さんはどう消えろというやつに言いたい。お前の居場所がなくなる、それでいいのかと。俺は本当にね、1日1万円稼げるたらまあいいかなと思って目標にしてるけど、もうさすがにもうそんなレベルじゃないかんね。1日2000円稼いだら今日多いなって思うようになったもんね。へこむよさすがに。1日2000円で今日、うわめっちゃもらってんじゃんって思うようになったかって。花火ゼロ枠とかもザラだもんな。スネ43号さん、自称アンチはうんちみたいな顔なんだよ、わら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 。結構ひどい状況だよな。スネ42号さん、生かさず殺さずアイテム投げるのが一番。スネ78号さん、便座が似合うね。うわお茶爆ありがとう。マウヤウヤありがとう。お茶爆ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。いやーやばいよね最近ね。いや本当にやばいね。本当にやばい。いやー30いかないよ。月収30万ないとやばいし、映画の資金ももう本当心折れそうだよ最近。あと捨て頃もジムも通いたいけど、ジムの入会費とかもないし。並行してるのか。並行してるね。もう食っていくために必死だよ。それも考えてるね正直。
号さんチャンピンも花火上がらない。うん、いや、キャスに完全移行も考えてる配信者多いと思うよ。俺も考えてるし。ただやっぱここはお世話になったサイトだからさ、思い入れがあるんだよ。生活が安定しないといい作品も作れないでしょ。映画諦めたら、狐81号さん、映画諦めないね。もう多分今諦めたら一生撮ることないの分かってるから。あるけど旅行資金にするわ。あ、ワトツ金魚姫いらっしゃい。で投げようと思わない。うん、ツイキャスで投げてよ。35キャスって稼げるの。キャスも投げ銭あるよ。W もしかして放棄。いや、放棄してないしてない。49号さん、そういう弱音吐くこと大事だよ。いや、弱音も吐くでしょう。3号さん、クソつまらん配信に花火が上がりまくってんのは何なのかな。どうなんだろうね、わかんない。俺よりも実力あるんでしょ。俺よりも実力あるから花火上がってんだから。なりたい、お願い。クネ49号さん、誰かまた花火ください。狐36号さん、しかし今日だとやってないのに朝の光をオナペットにしてるってことはお前やっぱりわらわら。狐77号さん、花火ブームが去ったみたいな感じ。花火ブームは去ったよね。78号さん、生活やばいのに映画で無理したら生活がやばくなって、それこそ。あ、もちろん生活優先するよ。あの35号さん、一番いいのはアンチどもが300万ポーンと投げてくれりゃいいのに。もちろん生活優先するから。絵が資金集まってないのに人材確保だけしてやってる風わら。いや、だって全部並行して進めないと大変だよ本当に。人物金時間。また月末に救世主来るだろう。わかんない、月末救世主来るか不安でしかないね。毎日不安と戦ってる。78号さん、生活優先して映画をおろそかにして中途半端な映画作って意味ある。ないね。35号さん、とにかくつべこべ言わず300万ポーンと早いとこ誰か投げてくるのが一番だね。39号さん、アンチ減ってきたしょ最近。どうだろう、わかんないね。33号さん、キートス支援ゼロが現実だ。まあ現実だよね。33号さん、最近彼女さん見ないけどいるの。75号さん、投資で保ってるサイトなんかやめた方がいいよね。36号さん、お前いつも暇そうにしてんじゃんわら。63号さん、キートスってチートスみたいなもんか。キートスはクラウドファンディングだ。66号さん、しっこ漏れそうでも数道が見たい。84号さん、ヒロシです。78号さん、映画作ってる時に生活浸りねえからこれくらいでいいや W ってなるのが見え見え。だったらやらない方がマシ W。 あ、それはね、それはそうでしょ。34号さん、今度飲みに行こうよ。いや、俺お酒飲まないんだ、ごめんね。なら結構食べるね。酒飲めない。43号さん、確かに W いつも暇そうだな、和道。暇そうに見える。49号さん、正直のりこの家に住めれば家賃代浮くのにな。それ何回かお願いしたんだけど、ね、カバーなしで用足してるの。そうだよ、ちょっと洗ってこようかな。一回ホコリ飛ばすために洗ってくるわ。84号さん、気に入ってものすごく頭悪いよね。頭悪いよ。86号さん、あなた生きながら死んでますね。30号さん、まあ、チートスに出すなら俺ならチートス買うね。78号さん、もう監督辞めて便器職人になったら。36号さん、 PC50 万のメーターつけてたのにたまる直前にうやむやにしたもんなわら。39号さん、家賃って一番もったいないよね。56号さん、ついでにチンコも洗おう。40号さん、生きながら死んでるわらわらわら。43号さん、彼女の家に住みたいと打診したんか、プライドないのかお前。52号さん、便器に十字架えってる。87号さん、バカ。30号さん、とにかくアンチどもがしのごの言わず300万ポーン早いとこ投げりゃいいだけ。56号さん、便座のアートだね。63号さん、キャスバーってまだやってるの。78号さん、部屋見たらわかるけど物欲まみれで中身がない W。 才能も何もないから物で着飾ったり物で満足するだけ W。 狐87号さんは、どうくたばれよ。
つね39号さん、みんな角道に大丈夫かって聞くが、みんなは逆に大丈夫か。キツネ36号さん、プライドあったら糞に泣きながら土下座して命乞いしたりしないだろわら。キツネ56号さん、ベンザーアートとか斬新。キツネ43号さん、ツイキャス毎日通報しています。キツネ78号さん、中身のある人間、自信のある人間はここまで家に物が溢れてないよ。キツネ52号さん、ベンザに十字架掘る人初めて見た。キツネ56号さん、ベンザのリメイクとか売れそう。狐87号さんは、どうアンチくたばれ。狐30号さん、俺は腐るほど金あるけど旅行資金にするわ。狐39号さん、アンチ活動してる時点で最低限ということに気づいてないんだよな。狐87号さんは、どうバカ。黒じゃないよ。ただいま、お茶バカありがとう。78号さん、ゆずの歌で空っぽって曲あるの知ってる。うるせえわ。空っぽ。俺あれだな、ゆずはさ、雨と涙って曲あるの知ってる？雨と涙いいよね。知ってる人いるかな？3人にこそ思春期の子供が精神病んでるのに、風道に入れ上げてて大丈夫か？わら。雨と涙。おかえり監督。ルイス、タイマー。雨と涙知ってる？86号さんでしょ40。そんなに泣かなくていいんだ、そばにいるよ、だから自分の足で歩こう。君の涙はいつか大粒の雨になり、大地を固めるのだから。そんなに泣かなくていいんだ、そばにいるよ。なんだよ、歌わせろよ。だから自分の足で歩こう。君の涙はいつか大粒の雨になり。49号さん、結局のりこも家族なしでは生きていけないからは、どうを済ませるわけにはいかないんだな。88号さん、オンチかよ。え、おつね70号さん、朝から PSP でアーケード版のファイナルファイトやってるけど、ノーコンティニューでクリアできない。あー、ファイナルファイトめっちゃ難しいよ。56号さん、大地を固めるだ、うん、アーケード版ファイナルファイト1でしょ。1は難易度めちゃめちゃ高くて有名だもん。何してんのクズ。めちゃくちゃ難しいよ。39号さん、完全したん。ファイナルファイトは名作だからね。1号さん、キャスでアンチいない。14号さん、解放想像してオナにしたことある？ない。キツネ43号3人に、育児放棄やめろ、現実と向き合わず風道に入れ込んでのか。キツネ86号さん、ニセアステ。キツネ80号さん、懐かしな、コーディーいいね。キツネ88号さん、リズム感ありそうけどオンチっぽい。キツネ49号さん、とにかく花火ください。キツネ56号さん、名作なんだね。キツネ87号さん、お前は名バカ。キツネ83号さん、なんで部屋のライト赤いの？なんでだろうね。キツネ43号さん、人には毒親。キツネ39号さん、和道さん気持ちいいにゃー。キツネ78号さん、便器のライン読んでる人、世界ではドさんだけだよ。キツネ56号さん、職人。キツネ89号さん、監督こんばんは。こんばんは。キツネ66号さん、英会話で抜いてたんか。キツネ80号さん、命名ベンザ太郎。キツネ87号さん、そんなことやるくらいなら映画撮れよ、詐欺監督。キツネ49号さんは、どうのアンチは、はどうだけじゃなくリスナーを叩くから嫌い。あー、立ち悪いよ。キツネ56号さん、俺もそのベンザみたいに優しくしてほしい。キツネ78号さん、日本刀の職人がそういう仕草して頼みたわ。キツネ43号さん、解放の本名たぬきに書いてあった。キツネ49号さん、人にはいいやつだ。キツネ56号さん、ベンザ道に改名な。キツネ39号さん、和道そろそろ本気出してアンチ消したら。いや、アンチを消すっていう発想はないよ。アンチなんか湧いて出てくるよ。キツネ43号さん、人に育児放棄のゴミ。アンチなんかずっと出てくるもんなんだって。キツネ78号さん、その便座に名前つけろよ。マサムネとか W。マサムネ。87号さん、便座道。
マサムネとか便座に名前つけたらもうすげえ面白い。マサムネ。多いね。いや俺は別にアンチ消そうとか思わない。49号さんリスナーの悪口を言うやつはブロックしてあげてよ、主なんだから。いやそんなことできないよ。43号人には思春期の精神病を産んでる子供がいて、自分も働いてて家事や仕事や子供のケアと和道に入れ込んでる暇なんて本来全くないはずなのにな、わら。常56号さんアンチはうんちなんだよ。常78号さん刀みたいに便座に掘るんだよ。名前をね、和道って。常75号さんガキの頃からゼットンが大好きだ。和道って。常54号さん36号アホなの。常36号さんこの子供を病ませているのはこの母親だと思ってる。常30号さん和道は配信会の宝、お前らさっさと金出せや。常90号さんカルロスゴーン目指そうぜ。目指さねえわ。常86号さんうんこが便座に懐いています。常八十号さんキラコメばかりは配信者ダメにすんだよ。常三十九号さん俺はアンチにディスられても関係ねえ。常四十九号さんなんでできないの、リスナー守ってあげてよ。リスナー守るとかじゃなくて、なんだろう、W ナマポか、っていうよりももっと根本的な問題なんだけど、配信者に何かをしろっていう発想が嫌いなの。リスナーでしょっていう、いいことでも悪いことでも配信者に何かを要求する人が嫌い。俺は自分でやれよっていうね。まあ確かにリスナーを攻撃するのは良くないと思うけど、そういう風に発狂すれば発狂するほど書かれるんだよ。まあね、そう、反応するから喜ばれてずっと書かれるわけだから、配信者に何かやれっていうのはダメだと思う。何か支援しろって発想が嫌い、自分で生活しろよって思うわ。常54号さんはどう、それなあわら。うん。常39号さん今日この配信モチベーションどう、楽しい。いや楽しくない。常86号さん根本的な問題じゃなくお前の問題でしょ。常30号さんアンチどもはほんとイカレポンチばっか、すべこべ言わずさっさと金出せや。常49号さん深いんだね。ん？常90号さんお前がやらなければいいだけだろ。常39号さん和道は働いてないから面白いんじゃん。常87号さんバカくたばれ。常58号さん昨日のヒロシは典型的なワドリスだったな。あー典型的だったね。常39号さん今日結構収入できたでしょ。今日は3000円ぐらいかな今。いや3000円いってない、3000円か。今日の収入3000円だ。いやベタベタか。配信者に何か求めるのがおかしいというなら、逆も同じでリスナーに何かを求めるってのもおかしいんだよ。わかる。常49号さんそろそろ花火ください。常15号さんブロックだけはしないんだな。今日は収入3000円ぐらいだ。常66号さん彼女いなくね。わら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 。常43号さん人2の子供アウアウアーなのにそれから目をそらし、和道に執着 BBA。 常23号さん殺人現場なんて撮影しに行くんじゃねえよ、人間失格。常79号さん最近ニコ生アンダーグラウンド配信者があんまり出てこなくて配信会変わってつまんない。常39号さん時給1300円。常88号さんベタベタは嫌だ。常87号さん3000円でしこって寝ろバカ。先生日当3000円だよ、もう7時間ぐらい配信やってるから。常56号さん便座を触る手つきがエロいな。常36号さん人2の旦那にぜひ和道と対談してほしいわら。常ちゃんさんいいねをプレゼントしました。常ちゃんさんいいねをプレゼントしました。常86号さん誰の枠ですか、お前の枠じゃ仕方ないね、面白くなくて。常92号さんお前もエセやかもゴミクズ無職の詐欺師は引退しろよ W。
狐95号さん、お前が仕事帰ればいいだろ。狐79号さん、ツイキャスもなんか少し洒落てて人間臭くなくてつまんない。狐39号さん、前の枠アイテムなかったの。狐93号さん、花火を10個プレゼントするわけないだろ、しねかすボケクズ。狐78号さん、配信者とリスナーは対等な関係なんだよ。なんで配信者が偉いってなってんの。ここのリスナーだって配信するボタン押せばすぐにでも配信者になるんだよ。ただ必要性がないからやらないからだけで配信できない。93号わろたわわら。狐35さん、和道は配信会の宝、逸材だよ、チェックしとけ。狐79号さん、長文書くと読み上げ消えるからやめろ。狐92号さん、ゴミクズ、あたかとわど、さっさと捕まれよ、気持ち悪い。87号さん、早くしこって寝ろハゲ。キツネ36号さん、くんにボコボコにされて土下座した時の話はよ。キツネ78号さん、車のハンドル外してそのベンチつけたらどう。キツネ87号さん、ハゲ和道。キツネ94号さん、お前の左腕サイコガンになってんじゃん。キツネ7号さん、得意の土下座見せてみろ。キツネ54号さん、87号お休み。キツネ30号さん、ハンドルの代わりに便器つけるってか、そりゃ最高傑作だわ。キツネ79号さん、なんでそんな便器触ってるの汚い。キツネ95号さんはどつ。キツネ36号さん、土下座武勇伝お願いします。キツネ56号さん、和道は便座を磨かせたら右に出るものいないんだよ。キツネ39号さん、今日もちゃんと走った。走ったね。キツネ87号さん、人生終わったな和道。キツネ96号さん、便座配信は正直興味ない。まだ始まってねえよ。キツネ39号さん、便座磨きわらわら。キツネ87号さん、相当暇なんだな。キツネ36号さん、便座に頭皮わらわらわら。キツネ7号さん、便座に土下座するのか。キツネ70号さん、和道さん33歳ってことはブルースリー先生が亡くなった時より年上なんですね。へえ、そうなの。キツネ54号さんと緑のタヌキ。え、ブルースリーって俺より年上なの？あ、俺より年下なんだ。コメントあるからいいですね。知らなかった。すげえな。ブルースリーってそんな若くして亡くなったんだ。キツネ39号さん、なんで匿名なの？キツネ36号さん、ヨーダノリコに女の幸せを与えてあげてください。キツネ7号さん、税金払えよハゲ。キツネ86号さん、皆さんやめてください。本当に本当にかわいそうな人だから教えてあげてください。キツネ97号さん、稼いでるねーはどうくん。キツネ39号さん、てかコメントは大事よ。キツネ79号さん、コメントあるから無視できるけど、ないと必死になるでしょ。いや、ならないけど。便器は心を映す鏡だ。コメントなくてもずっと黙ってるよ。お前、人間になる前もしかしたら便座だったんじゃないのか。俺の前世は消しゴムだよ。お母さんじゃねえの。キツネ87号さん、お前絶対税金払ってないよな。キツネ87号さん、くたばれ。キツネ98号さん、被災地のの方々を見習え。被災地の方々、生活保護。キツネ79号さん、お前前コメントなくてもずっと話すって言ってたのにまた嘘か。キツネ87号さん、習いなくなれ。キツネ97号さん、しっかりしろ。わかったかー。おー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 い。キツネ98号さん、中途半端。キツネ40号さん、手元映らないからアート制作してるかと思ったらただの便器。キツネ15号さん、今日もどこかで便座マン。キツ
狐86号さん、哀れな人かわいそう。狐56号さん、和道さんの前世はゴリラだよ。狐87号さん、ヒゲむしるぞハゲ。狐36号さん、土下座の話は嫌でもしないつもりですか。狐79号さん、コメントなくても話すのが大事とか言ってたのに。いや、閲覧が欲しい場合ね。閲覧が欲しい場合、ね、俺閲覧いらないもん。閲覧が欲しい場合は、そうした方がいいよって話あって。俺今閲覧欲してないから。全然平気だ。つね79号さん、アイテムが欲しいの。つね7号さん、大手ミュウツー。つね86号さん、無理なのに頑張れ頑張れ。狐87号さん、かそってるねハゲ和道。狐97号さん、隣のトットロートットーロートットロートットーロー。狐87号さん、花火やろうか。狐7号さん、花火をプレゼントしました。狐99号さん、便器。狐56号さん、ゴリラの惑星の映画作ってほしい。狐79号さんは、どの狐枠は何では、どの擁護する人が出てこないの、逃げてるの。狐87号さん、花火欲しいか。狐78号さん、映画作るんだったらもっと壮大なストーリーにしろよ。例えば和道の惑星。狐7号さん、こっち見るなハゲ。狐87号さん、花火をプレゼントしません。狐100号さん、扶養家族をプレゼントしました。狐97号さん、隣のトットロートットーロートットロートットーロー。狐30号さん、気持ちだけですが花火どうぞ。狐79号さん、眠くないの。狐7号さん、花火をプレゼントしました。狐36号さん、くんにボコボコにされて泣きながら土下座した時の話お願いします。狐87号さん、花火をプレゼントしました。狐56号さん、気持ちで花火プレゼントしました。49号さん、誰か花火ください。狐86号さん、無理して構ってくれる周りの人たちに感謝の気持ちを忘れずに。狐78号さん、ファンタジーものにしろ、彼女がいいキャラしてるから使える。狐87号さん、花火プレゼントしました。狐30号さん、皆さんは花火投げてください。僕は投げません。狐79号さん、おやすみワド。休み。狐87号さん、花火プレゼントしましたよ。狐7号さん、口元ひくひくすんなハゲ。狐56号さん、俺の便座もアート便座してほしい。いやーもう大変だよ。狐87号さん、花火プレゼントしますん。狐99号さん、缶コーヒーをプレゼントしました。狐101号さん、金馬とアイコラボしてるな。へえ。狐78号さん、風呂はいるからまたな、ワドさん。はいはい、またね。狐39号さん、まだ終わんないの。いや、まだ終わんないって、ここからレジに流すんだ。狐7号さん、花火をプレゼントしました。狐87号さん、お前も便座とコラボ。狐86号さん、わざとらし、いいやならやめたらよいように。狐39号さん、いつまでやってんだよ。狐87号さん、花札をプレゼントしました。狐4号さん、飯食ったの。飯食った、ステーキ。狐99号さん、部屋の照明赤なんですか。部屋の照明赤だね。狐ちゃんさん、パフェをプレゼントしました。パフェありがとう。あ、マリルボーンありがとう。働けねん。狐102号さん、もうやめてもいいよ。狐56号さん、和道さんは器用だね。器用かな。狐39号さん、パフェナイス。カフェありがとう。狐49号さん、俺さ、お前の配信のおかげで毎日楽しいよ、ありがとな。はい、ありがとう。狐86号さん、何のアピール。
35さん、和道は配信会の宝だよ。これからの配信会を引っ張っていくのは和道しかいない。キツネ7号さん、育毛しろよハゲ。キツネ87号さん、花火プレゼントしました。キツネ36号さん、顔が好きなのを観察されるのが嫌で便座作業に逃避してるだけです。キツネ39号さん、人を幸せにできてるってすげえよワド。いやいや、俺のためにやってんだよ。常87号さん、画面見るなハゲ。常49号さん、みんな素直になれよ。結局楽しいからここにいるんだろ。常87号さん、花火をプレゼントしました。キツネ86号さん、なるほど39。キツネ56号さん、和道さんはメガネ取ったら可愛いよ。キツネ87号さん、画面見るなハゲ。キツネ4号さん、アンチばかりだけどはどのことが好きなんだよみんな。俺は嫌いだよ。39号さん、自分のためにやる。その次のステージは人のために生きることなんだよ。うるせえバカ。キツネ36号さん、49号ごめんなさい、楽しいです。自分の幸せを感謝することができます。人のために生きるとかくだらねえこと抜かしてんじゃねえぞ。みんな自分のために必死に生きてんだよ。キツネ39号さん、まだ和道はその次元に達していない。うるせえよ、綺麗事抜かすな。もうそういうやつ大嫌いなんだよ。キツネ87号さん、配信会のクズをディスるとストレス発散するわ。キツネ56号さん、アンチはうんちだから便座に興味あるんだよ。よし、人のためにとか俺大嫌いだから。キツネ30号さん、実際和道がいなくなったとしたら代わりはいくらでもいるわけでなくてやっぱり寂しい。いや、代わりはいっぱいいると思うよ。キツネ70号さん、高光による高光のための配信である。キツネ86号さん、あなた死んでますよ。キツネ39号さん、その世界を見たらわかるよ。キツネ87号さん、お前は必死か、全然そう見えないハゲ。いや、そう見せたくないからね。キツネ103号さん、豚。そう見せたくない。キツネ4号さん、自分が一番だよ。自分が一番だよ、そうだよ。キツネ104号さん、ネットでフィンペシア買って半年飲んだら薄毛は治るよ、俺は治ったぞ。キツネ100号さん、人のためにとか言ってるやつって蓋開けたら結局自分のためなんだよな。そうそうそう、そう、俺そういう綺麗事大嫌いの。しまっちゃんのしまっちゃんによるしまっちゃんのための世界。キツネ105号さん、アホみたいな。人のためにとか言うやつ、綺麗事言うやつ大嫌いだ。キツネ30号さん、和道が辞めたとして代わりはいくらでもいるかと言われればそうでもないしな。いやいや、いくらでもいるよ。キツネ106号さん、便座直すのに何ヶ月かかってるんだよ。 WA が作るとか絶対無理だよね。キツネ90号さん、うだうだ言ってないで形残せよ。キツネ49号さん、お前の代わりいないから和道をなめんなよ。キツネ87号さん、もっとあがけよハゲ、まだ甘い。キツネ86号さん、見せたくない、見え見えなあなた。キツネ95号さん、あんたが大将。キツネ36号さん、ワドさんがスーパーの安肉を4ぬほど感動して食ってるのを見てて私は自分の幸せを実感することができました。キツネ4号さん、くだらん、綺麗事一番嫌。俺も大嫌い。キツネ56号さん、和道は和道なんだよ。綺麗事大嫌い。キツネ39号さん、でも俺和道が幸せそうにしてるの見ると楽しいよ。それは嬉しいか。キツネ49号さん、早くファンタ投げろや。キツネ104号さん、いや俺綺麗事抜かすやつ本当信用できないんだよ。本当に嫌い。心の底から軽蔑するわ。キツネ80号さん、キツネ枠やみそうやな。人のためにとかも大嫌いだよ。もう来んなよ。
39号さんもうくんなよわらわらわら。キツネ70号さん高光は後ろからぶち込んでぶち込んでぶち込みまくりである。キツネ95号さん失礼な米嫌い。キツネ87号さんまた来るわ、あげばかくずへたれ。いやもう本当に来なくていい。なやつほど綺麗ごと抜かすだよな。本当そう、綺麗ごと抜かすやつ大嫌い。面白いことしろよ。キツネ86号さん綺麗ごとの塊が否定。面白いことを求めるならここに来ない方がいいと思う。金梅さんとか見ない。金梅さん。監督映画できた。キツネ49号さんもう絶対来んなよ。また来るだろうけど。キツネ14号さんセックスさせろ。セックスはごめんできない。キツネ23号さん人の4を利用する非常識な男。キツネ95さんそんな嫌いなやつに負ける。キツネ4号さんイライラはするけどワドは好きだな。キツネでしか言えないけどイライラすんなら見んなよ、バカかよ。キツネ39号さんここは趣白い。キツネ49号さん綺麗ごと言うやつ大嫌い。大っ嫌いだね。キツネ87号さんまた来ました、バカクズヘタレハゲ。キツネ36号さん和戸さんがベッドルーム兼ダイニング兼リビング兼脱衣所で日々配信活動に勤しんでいるのを拝見して私は自らの幸せを実感することができております。他人と比べないと幸せになれないんだお前。おはよう保護監督。キツネ107号さん卵味噌不便や。キツネ56号さん金映えよりかわいそうな生き方だな。キツネ86号さんあなたには何も求めてませんが。それが正解。39号さん下見て安心すんなよ。キツネ90号さんお前も調子いいとき綺麗事ばっか。いや俺綺麗事なんて言わない、思ったこと言ってるだけだよ。キツネ108号さん見せ物小屋コンテンツなんだから楽しませろ。ジェダイとのコラボ YouTube、 あ、たくみさんしかわかんないな。たくみさんが上げてたらジェダイと YouTube 残ってっかな。あちょっと待って、なんで YouTube 動画見たらわかんないの。たくみさんが上げてるんじゃないのかな。ジェダイとの YouTube ちょっと待ってね。わかんないけど、ジェダイ、ジェダイトン YouTube いつだっけ、残ってないかな、残ってないかもね。キツネ87号さんくたばれ。残ってないね、ジェダイ。あれなんでジェダイのやつ残ってないんだろう。たくみさんが上げてアップロードしてないね。49号さんマイペースに自分のやりたいことやってるわ、どう見てると癒される。キツネ110号さん詐欺監督。キツネ87号さん見るなハゲ。キツネ39号さん和道のキツネ枠は島田紳助が書き込んでるってリーク聞いた。キツネ36号さん匠さん板ババアの男版みたいな人で笑ってしまいました、わら。キツネ7号さん税金払えよハゲ。キツネ87号さんバカ監督。キツネ111号さん赤い。キツネ86号さんなんかかわいそう、助けてあげたい、助けないけど。キツネ87号さん人生やめろバカクズ監督。キツネ56号さん俺は友達のチンコを見て自分に自信が持てた。キツネ87号さんお前はこの世に残るな。キツネ110号さんハゲ監督。キツネ7号さん趣味土下座、特技土下座。キツネ112号さんどっちが上とか下とかくだらねえアンチ。キツネ4号さんはどのことを働けとか言うバカは自分も無職なやつばかり。キツネ113号さん三股どうした。キツネ76号さんそんなんだからエナタヌみたいな雑魚にもバカにされるんだよ。キツネ49号さんアンチ米ほど無駄なゴミはない。キツネ23号さん自分の好きなことするのは自由だけど人の4を利用するのはなし。キツネ39号さん1回配信から離れてみたら短期のバイトして。キツネ7号さん花火をプレゼントしました。キツネ56号さん和道参加は何でもあるね。キツネ90号さんバトーラッシュわろた。
キツネ108号さんメガネのデブとはもう写真一緒に撮りに行ってないの。キツネ87号さん働け。キツネ30号さん和道は石川紀之よりも序列が上だよ。もはや配信会ナンバーワンだね。キツネ113号さん犯罪者で有名になったリコニャン先生ですらアイテム飛ばないし閲覧ないしなわらわらわら。キツネ87号さん働けばハゲ。キツネ110号さんアルバイトして。キツネ7号さん税金払えハゲ。キツネ7号さん生活保護費不正受給分返済しろハゲ。キツネ101号さんアンチはキツネでしか語れない。文句あるならデコればいいのに。キツネ108号さんデブが NG ワードわろた。キツネ49号さんアンチの受け皿になってて本当はどうは大変やな。キツネ113号さんコンテレビに出てるやつなんか会いたいとも思わない時代。キツネ106号さん逃げちゃった W。 キツネ83号さん花火をプレゼントしました。キツネ29号さん金馬へ。つばくそは自演アイテムだらけ。 155cm 72kg の豚ゴリラ。キツネ49号さんそうだ一つ上がれや下手れ。14号さん今来た定期よろしくに。キツネ36号さんのんちゃんが年老いた時にどのように責任を取るつもりですか。キツネ87号さん写真もやめた段階やめた映画やめた本当クソだなバカハゲ詐欺監督。キツネ110号さんアンチでもないがやってることがハゲ。キツネ90号さん罵倒ラッシュ。キツネ30号さん和道の鉄板ネタといえばディスイエスこれ超有名な。キツネ70号さん高光は川かぶりからの絶天の抜刀画である。つまり勝ち組なのだ。キツネ108号さん弾丸熟大こけわら。キツネ49号さんはどう頑張れー。35号さん和道の鉄板ネタといえばピスイエスこれ超レア聞けたやつは幸せだよ。キツネ87号さんはどう励まくれ。キツネ23号さん殺人現場の写真なんて早く消せ。キツネ7号さん土下座が似合うぞハゲ。キツネ108号さんキツネで2桁閲覧はもう引退レベル。キツネ14号さんそれはレジンですか。レジンだね。36号さん土下座したことを恥じていますか。キツネ110号さん育毛剤作ってるの。キツネ49号さんキツネだとアンチ米増えるし通常だと米流れないし難しいな。佐野のカツラ貸してもらえハゲ。キツネ114号さん40代になったらするスパガタ。キツネ115号さん和道かわいい。キツネ7号さん花火をプレゼントしました。キツネ101号さん、キツネにならないと米できないかわいそうなアンチ。キツネ87号さん、カメラやめた、映画やめた、ダンカン消えた詐欺監督、金だけ懐に入れたバカクズハゲ詐欺監督。110号さん弾丸バカ野郎。キツネ49号さん今回の捨て頃格闘技に寄りすぎてないか。なんで出ることにしたの。キツネ87号さんあー楽しい。
キツネ36号さん101号なぜそうなるかわかりますか。キツネ4号さん自分に正直に生きるのがいいのかな。今までカッコつけてたけど化けの皮は剥がされる。キツネ87号さんクズディスるの。キツネ106号さん花火も飛ばないしアンチコメばかりだし手頃はまた負けちゃうしそりゃハゲちゃいますよね。キツネ70号さん高光とシティポップは私の人生のすべてである。キツネ7号さんダンカンって誰。キツネ115号さん高光かわいい。キツネ108号さん最近のリコにも飽きられてて必死な和道。キツネ110号さん捨て頃やめや雑魚のくせに。キツネ114号さん閲覧数が目に見えて減ったな。キツネ36号さんなぜノリコを抱いてやらないんですか。キツネ87号さんみやびくんにボコられるの早すぎたいな。キツネ116号さんこんばんは。お茶バカありがとう。キツネ7号さん生活保護不正受給分返済白ハゲ。キツネ108号さんノリコもカズミチに執着してない飽きてる。キツネ49号さんノリコは恋の魔法解けたのか。号さんなぜ生活保護不正受給分返済しない。キツネ76号さんエナタヌにバカにされるの悔しくない。キツネ4号さんはどのことを好きとかついていくとかいうやつは嘘ばかり。キツネ110号さん詐欺監督。キツネ87号さん詐欺監督。キツネ7号さん佐野以下のハゲ。キツネ70号さん完全なる高光を要求する。キツネ108号さんノリコと別れたらネットどうすんの。名義人ノリコだろ。電話もブラックだし。キツネ87号さん詐欺監督金だけ懐に入れた。キツネ115号さん和道かわいい。キツネ49号さんはどうかわいそう。誰か花火ください。キツネ76号さん詐欺監督。キツネ106号さんガム噛む前にタバコやめろ。ボクシングを舐めすぎ。キツネ87号さん金懐に入れた監督。キツネ110号さんブラック監督。キツネ114号さん奈良のばあさんまた騙すのか。キツネ7号さん平沼和子って誰教えてよハゲ。キツネ87号さん花火プレゼントしました。キツネ117号さん今みんなイベントに必死やな。キツネ108号さん春が来る前にノリコと別れそうだな。キツネ49号さん誰か花火ください。キツネ49号さん誰かマジで花火ください。キツネ36号さんヨーダノリコを抱いてあげてください。彼女も女なんです。キツネ12号さんをプレゼントしました。キツネ4号さんはどのファンは男と女どちらが多いの。キツネ7号さん花火をプレゼントしました。キツネ87号さんこのクズに花火かさーい。キツネ110号さん花火ください監督。はいわどつ。キツネ30号さん金は腐るほどあるんだけど全部旅行資金にしてるから。キツネ115号さんノリコを奪いました。キツネ49号さん本当の花火ください。キツネ108号さん脱税監督。キツネ70号さん高光がズル向けとならば私は血の涙を流すだろう。キツネ7号さんハゲてますよ監督。キツネ36号さんなぜアイテムを投げないでカズーンさんの配信を長時間監視するのですか。キツネ106号さんレジンで直してもまた悪いのだから中卒ってアホだって言われちゃう。キツネ87号さんこのハゲ詐欺監督金だけ懐に入れたに花火かさーい。キツネ110号さん便座監督。キツネ115号さんかわいい。
め7号さん生活保護不正受給分返済白ハゲ。キツネ87号さん詐欺監督にするの最高。キツネ36号さんなぜアイテムを一つも投げないでカズーンさんの配信を長時間監視するのですか。キツネ108号さん映画のプロットですら途中で放棄。キツネ49号さんはどうは映画資金寄せてるよ。キツネ98号さんザ詐欺師。キツネ98号さんメモより目。キツネ49号さんどうでもいいから早くファンタください。キツネ87号さん詐欺監督金だけ懐に入れたくずくさばれ花火かさい。キツネ114号さん髪の毛と一緒に閲覧者減ってくる。キツネ110号さん現役詐欺監督。キツネ70号さん無差別の高光あー高光。キツネ108号さん映画作ると言って約半年未だに台本未完成。キツネ115号さん和道かわいい。やべえ流れ込まないな、どうしよう。え、なんでこっから漏れんの。やば、わ漏れたわ。キツネ87号さん詐欺監督金だけ懐に入れた。キツネ76号さん島津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 。レンザーレンジに流し込んでるね。最高のキツネ枠でアンチコメ連投をやめるように言ってください。キツネ87号さん詐欺監督金だけ懐に入れたクズくさばれ花火かさーいハゲ詐欺監督。キツネ49号さん誰だって人生予定通りにいかないですから。キツネ7号さんハゲ土下座ハゲ。キツネ108号さん映画資金いくら貯まってんの。どうせ生活費とごっちゃにしてわからんのだろ。キツネ115号さんしかし言うほど島津ではないですね。キツネ118号さん詐欺師。うわーマジか。キツネ106号さんレジンで直してもまた割れるのにこれだから中卒ってアホだって言われちゃうんだよ。キツネ110号さんやってることはクズ。うわーどうしよう。キツネ87号さん金懐に入れたクズ監督。参ったなこれ流れ込まねえか。キツネ36号さんなぜ父親がオリエンタルランドの役員だったという子供のような嘘をついたのですか。キツネ114号さん便座くらい変えよ。キツネ108号さんバカかよ。キツネ49号さん俺は問いたい、お前らはクズではないのかと。キツネ119号さんカルゾプリンセスガーデン。キツネ87号さん殴りたいクズ監督。キツネ30号さん和道は島津成明公の子孫これはマジ。キツネ7号さんパンツ脱げよみーつけ。キツネ110号さん俺は問いたいハゲかと。うわーどうしよう駅が参ったなこれ。8号さん統合失調症の血統妄想高貴な質であると確信するものの状態です。生温かい目で見守りましょう。島津藩の血を継いでいる父親は有名なキックボクサー沖縄の議員の妾の孫などと妄想を語ります。空気入らなぁどうしよう。どうしようかなこれ参ったなぁ。キツネ49号さんはどうはいいやつなんだ俺は知っている。キ
狐110号さん巨源監督。狐114号さん軍曹と同じくらいお前のこと嫌いだわ01。狐30号さん和道は島津成明公の子孫であり、さらにはドリフターズの島津豊久の血も引いてるんだよ。狐58号さんは銅は昔から妄想族だよ。狐106号さんまた絶対割れる WW。狐108号さんこいつの親父も中卒でただの工場作業員、母親はスーパーのパート。狐87号さんいいやっこだな、クズバカハゲ詐欺金だけ懐に入れた監督。うわーどうしよう、空気どうやって抜こう。狐49号さんアンチワは銅に詳しすぎ、好きすぎだよ。狐36号さんなぜ卒待ち配信で某配信者に言いまかされて激高し、その配信者の家に乗り込んだものの蹴りを入れられ包丁を突きつけられたら写メをパチパチ取って逃げ帰ったのですか。狐125号さん49号さん囲いですか。おお、お疲れっす、こんばんは。親父はキックボクサーは嘘、ただの工場作業員。狐70号さん人のマニマニ高光は生きるゆえに高光の必殺技絶戦老抜刀が。狐106号さん幼稚園児が書いた落書きみたいですね。狐110号さんなぜマー君と戦わないの。狐118号さん息を吐くように嘘をつく。狐49号さん俺は囲いというより純粋にこの配信好きなだけ。狐87号さん銀河流れ星ハゲ詐欺。めちゃめちゃショックだな。うわうわうわ、やばいやばいやばい。狐108号さんただの統合失調症の血統妄想なので新規さんは間に受けないように注意してください。狐87号さん飽きてきたなハゲバカクズ監督。108号さんそれどうせうまくいかなくて捨てるだろ。狐110号さん閲覧がすべて。狐7号さん狐でも過疎だなハゲ。やばいな。狐36号さんヨーダを解き放て、あの老婆は病気だぞ。83号さん何をやっても中途半端で長続きしないハゲ。難しいな。狐49号さん今日はこの枠で終わりですか。そうですね、この枠で終わりですね。あ、作ってるんじゃなくて便座を直してるんですよ。便座を直してますね。作ってるんじゃない。狐36号さんなぜハートビーチさんとのコラボ突配信は YouTube 動画に上げないのですか。知らない、たくみさんに聞いて。
110号さん、賃貸物件のリフォーム違反。キツネ36号さん、なぜ匠さんにあれはあげないでくれと指示したのですか。してないよ俺。キツネ70号さん、泣きっ面の及川直に高光のタイガーアッパーカット。キツネ106号さん、そんな直し方じゃ絶対また割れるけど、割れたらちゃんと報告してくださいね。キツネ36号さん、なぜそんなに嘘をつくのですか。嘘なんかついてないだろ。58号さん、減らって泣いてた動画も消したろ。何それ。いやこれ失敗だな、どうしよう。キツネ36号さん、のりこに貢いでもらったことは一度もないという嘘をついていたのですか。キツネ28号さん、和道さん嘘は良くないよ。キツネ110号さん、より目ひげ声無理。何も嘘ついてないよ俺。キツネ114号さん、詐欺師は一生詐欺師。キツネ106号さん、失敗するって和道さん以外全員気づいてますよ。お前ら失敗怖くて何もやんない人じゃん。キツネ49号さん、嘘をついたことのない人間などいない。キツネ28号さんへ。キツネ108号さん、ハートビーチさんの動画は即和道が消したから匠さんが YouTube に上げることができない。キツネ36号さん、なぜワンワンさんに相手にされなかった部分だけ YouTube 動画ではカットしたのですか。キツネ83号さん、本名ググると前科やべえな、こりゃまともに働けない。76号さん、定期明日24日7時からエナタヌがバケツ水をかぶります。見てくださいね。キツネ108号さん、島津高光。キツネ121号さん、前科あるんですか。キツネ110号さん、あれ去年金持ちになる話は W 現在貧乏。キツネ28号さん、前科3番。キツネ70号さん、シューマイと一緒に旅をする高光の劣化対応客。キツネ36号さん、49号開き直ってはいけません。あなたが嘘つきだからといって同じ嘘つきを擁護したところであなたの罪は解消されません。114号さん、お前月収80万とかほざいてたな、今月収公開しろよ。キツネ28号さん、詐欺障害銃刀法違反でしたっけ。キツネ49号さん、あなたは嘘をついたことはないのですか。キツネ121号さん、何して捕まったの。キツネ108号さん、ハートビーチさんの動画は和道が即消した確定申告について詰められて YouTube にアップできない。キツネ110号さん、みんなやってることやってますから詐欺師さん。キツネ122号さん、お前らドリル高光大好きだな。キツネ83号さん、老人騙し。ああ、お茶バカありがとね。お茶バカありがとう、ちいちゃん。ありがとね。サンキュー。キツネ76号さん、エナタヌは青色申告。キツネ36号さん、49号、他人を陥れる嘘はついたことはありません。
23号さん早々 W 月収80万で時給に計算したりしてリスナーを煽ってたよね。狐28号さん和道さん詐欺障害銃刀法違反でしたっけ。月収80万も数えたことないよ。全然貧乏人だから。全然稼いだことないそんなに。配信者が月収80万なんか稼げるわけないじゃん。ド貧乏だよド貧乏。キツネ121号さん老人を騙したんですか。キツネ114号さんおばあちゃん泣いてるだろうな。狐124号さんこいつの虚言癖は治りません。狐125号さんそんな稼いでたら障害2級剥奪だな。狐115号さん和道え障害者手帳の等級と稼ぎは全く関係ないけどバカでしょ。常36号さん行田のり子という老人は騙していませんか。常83号さん詐欺の話になるとだんまりだ。それせー。常110号さんクズ道。常4号さんダンカンは80万稼いでるの。常28号さんちなみに和道さんは障害3級でしたっけ。常108号さん無収入申告してるんだろお前。狐70号さん川かぶりによる絶天狼抜刀が高光ナイス。狐76号さんエナタヌは月収4万。狐124号さんこいつを信じるのは病人と情弱だけ。狐121号さん障害も詐欺なんですか。狐122号さん人を陥れる嘘をついたことはない的確。126号さん言いたいこと言うなわら。常49号さん償ったことん他人がああだこうだ言うのは野暮だと思います。常36号さん124号彼を信じるのはさっきの49号のような同類だということです。常28号さん詐欺障害銃刀法違反前科3番の悪。やべえな空気がこんなに入るとは思わなかったな。3号さん49号はバカか。キツネ115号さん和道。これは難しいな。いや失敗だなこれ。もう1回か。こんなに厳しいとは思わなかったな。108号さんハートビーチさんの動画で所得税に関して開き直った発言していましたよね。それ税務署に送らせていただきました。狐124号さんこいつは病人と情弱を餌に生きてます。狐121号さんそんな悪には見えないのに意外ですね。狐110号さん久々腕につけてるやつ見た。狐70号さん高光ストリーム友達。狐23号さん都合が悪い米ばかりなので無視続けます。狐114号さんこいつに喧嘩して負けるやついるのか。狐122号さん論点は嘘のことについてだったのにな。償いとかわけわからんな。狐28号さん詐欺と言ってもバカだからただの受け子雑用みたいなこと。狐127号さん愛子気持ち悪い。狐125号さん障害年金は300万稼いだら剥奪だよバカめ。狐115号さん和道。狐83号さん映画撮ったって監督が詐欺犯罪者じゃどこも上映できないだろわら。
キツネ128号さん、オレオレの詐欺に関わっていて、自分は事情を知りませんでした。警察には言い逃れできても世間は騙せませんよ。キツネ108号さん、追徴課税しっかり払ってもらいますからね。しゃいい感じ。114号さん、みやびマットに沈めてやるって言ってたぜ。キツネ28号さん、詐欺師高橋さん、今何してるの。キツネ70号さん、高光ネバーチェンジ、高光ゴーエバー。キツネ108号さん、税金で映画どころじゃないですね。キツネ90号さん、びっちびちゃ、ないこれ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 、びっちょびちょだ。これ、どっから漏れてんの。キツネ32号さんで金なんかでつくわけないじゃんか。キツネ115号さん、和道かわいい。キツネ124号さん、便座のどんなところを補修したらケツが血だらけになることを想像できないのか。うるせえな、ほんと。キツネ32号さん、アホなの。お前ら、そんな人の生き方にケツつけて楽しいのか。情けないぞ。キツネ108号さん、税務署通報で動揺して手がプルプル笑。キツネ124号さん、バカなの。キツネ32号さん、 FRP を貼れよ。キツネ49号さん、ワドタン大好き。キツネ125号さんで人自体がいらかたくてもくっつけるものの、接地面が分子で溶け合ってないから意味ない。フラリペア使え。キツネ110号さん、便座も買えないのか、情けないね。キツネ124号さん、病気の囲いども、花火はよ。キツネ122号さん、みんなの税金で回ってる。129号さん、税務署もそうですが、和戸監督、あなたは障害年金を受給していますか。キツネ114号さん、風呂気持ちよかったぜ。キツネ58号さん、 SY にバカにされるようじゃお前は終わりだよ。キツネ108号さん、口ずっと開いててアホ面。125号さん、発達で障害年金取れるからな。キツネ129号さんは、ド監督、もう一度聞きます。あなたは障害年金を受給していますか。聞きたいことがある人は凸かけてきな、相手してあげるから。キツネ124号さん、キツネ枠でも閲覧2桁。129号さん、最後です。窓監督、あなたは障害年金を受給していますか。もう一回言うね、相手してほしかったら電話かけてきな、相手してあげるよ。日本語わかる。キツネ115号さん、何をしてるんですか。レジンをね、流してるよ。キツネ125号さん、障害年金は年収300万以上稼ぐと補助の必要がないと判断される。キツネ70号さん、絶望の中で完全なる高光を要求する。キツネ108号さん、答えないってことは家ってこと。キツネ110号さん、3年間同じことの繰り返し前に人生が進めない。キツネ28号さん、今答えられないのか。キツネ124号さん、今答えろよ。キツネ129号さん、わかりました、関係各所に通報します。
つ目122号さん、その辺の金の話、正吉に詰められてたな。キツネ124号さん、こいつは社会保障を悪用しています。キツネ108号さん、受給してないなら即答でノーと、こいつの性格上言うから。124号さんだな。キツネ110号さん、議員に動いてもらおう。キツネ83号さん、すげえ嫌われてんなお前。28号さん、和道さん、やはり極悪人ですね。狐128号さん、脱税、税も不正受給、過去も今も犯罪者。都合の悪い質問には直接とつこいと言い逃れ。言い逃れだ。狐108号さん、動揺して手がプルプル。勝手なことしないで大家に修理してもらいなよ。狐108号さん、聞いてないふりするの必死だな。おい、狐114号さん、人生全然前に進んでないな。台風の時自転車こいでるようなもん。110号さん、聞いてる聞いてる。キツネ128号さん、嫌われてる原因が風評ではなく嘘つきで犯罪者という事実に基づいてるから救いようがない。キツネ70号さん、プルとプル2と高見2。キツネ28号さん、あと便座くらい買えば。何日もかけて時間の無駄と思います。キツネ30号さん、和道はスーパースターなんだよ、米読んでもらうのが当然だと思うな。キツネ46号さん、のりこのおまんこ舐めたい。キツネ108号さん、明日朝1で障害者年金の県新宿区役所に連絡する。129号さん、あなたはかつてニコ生リスナーに不正受給を暴かれ通報されて停止されました。前歴があるあなた疑わしき人物ですので通報しておきます。狐110号さん、俺もする。狐20号さん、管理会社に言えばタダで交換してもらえるって。115号さん、和道のおまんこ舐めたい。狐28号さん、自分も通報します。狐130号さん、こいつ何してんの。いい感じだ。キツネ110号さん、便座も買えない詐欺で花火ください。キツネ120号さん、多い49号さん、面白いこと言ってみて。キ
狐108号さん、再来月の確定申告ちゃんと2年分しろよ。狐130号さん、マー君土下座したって本当。よし、2号さん、またマー君にいじめられろ。よいしょ。よし。船36号さん、マー君に泣きながら土下座して命乞いをしましたね。船110号さん、よりめラッシュ。船122号さん、49号一小鎮火よ。どうする、アンチ一つ待ちやる。アンチ一つ待ち、なんか言いたいこと溜まってるみたいだから、アンチ一つ待ちやる。自販機に注ぐママレモン、高光ナイス。止めとく？どうする、やる？アンチコラボとつまち。船83号さん、お前の人生悲惨だな。やめとく？船36号さん、どっちでもいい。船20号さん、じゃあやめようか。触った手で汚いわ。じゃあやめるわ。よいしょ。95さん、この人たち出てこないよ。まあ出てこないよね。船135さん、のんちゃんはどこ行った？コメントでしか生きがれない。船45さん、やろう。船125さん、囲いとつまちしてみて。囲いとつまちとアンチとつまち、どっちがいい？船36号さん、ようだ平沼は。船115さん、おま相手にしないよ、雑魚だから。船35さん、アンチとつまちやってもイカレポンチしか来ないよ。船36号さん、49号さん、お願いします。号さん、49号さん。狐108号さん、こいつ質問を質問で返すから話にならない。狐70号さん、プルとプルツーと高見ツー。なんか言いたいとこといっぱい溜まってるみたいだね。やろうやろう。お願いします。狐30号さん、断る。22号さん、じゃキツネやめて、過疎枠で引きこもってろよ、わらわらわら。キツネ83号さん、クズ。キツネ124号さん、お前の利益には加担しません。狐128号さん、都合の悪いことは全部だんまり。狐4号さん、リア凸しろよ。狐36号さん、30号お前な、煽るなら自分が凸するぐらいの根性持てよ。狐110号さん、3杯目にありがとう。アンチとつまちやるか。じゃあツイキャスの方一旦切ります。ツイキャスの皆さん、ありがとうございました。お疲れ様です。ツイキャスの皆さん、ツイキャスの皆さん、お疲れ様です。アツです。え、何、キツネ枠でやるの？コラボとつは どういうルールでやるの？何がいいの？キツネ枠はどういうルールでやる？どういうルールで？キ
狐枠でアンチトツマツでいいの。なぜここできるわら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 。どうする？狐83号さんこんなに嫌われてんのによく捨て頃出る気になる。コラボトツマツでいいの。狐120号さん狐。狐でやんの。狐52号さんツイキャス行こうかな。ツイキャスもう終わったよ、閉じたよ。ツイキャスもう閉じた。124号それな。でどうすんの。キツネ枠でいいの。キツネ枠で。キツネ36号さんなんでそこでツイキャスを切る。わら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 。キツネ枠でいいのか聞いてんだけど。じゃあもう寝ていいの。話聞けないの。寝るよ俺。寝ていいの。キツネ114号さんキツネでトツマチしろよ。キツネでトツマチ。キツネ83号さんキツネじゃねえとかとるだろ。はいはい。じゃあキツネでアンチトツマチで OK ですか。4号さん病人囲いを出してやれよ。キツネであん